ステップフォードの妻たちは、アイラ・レビンが1972年に発表した SF ホラー小説。日本では、早川書房から出版。写真家のジョアンナは、弁護士の夫オウォルターと娘と共に、コネチカット州のステップフォードという郊外の町に、引っ越してくる。この町は美しく歓声な高級住宅街で、住人たちも皆優しい、理想的な町であった。しかしやがて、 ジョアンナはこの町にだんだんと違和感を感じ始める。ここに住む女性たちはみな、仕事をせず、家庭的で低粛で夫に従順な専業主婦ばかりなのだ。ジョアンナより前に引っ越してきたボビーは、唯一人ジョアンナと同じようにこの町に違和感を感じており、二人はこの町に何か秘密があるのではないかと疑う。ある日、ウォルターがこの町にある男性しか入れないという、 男性協会に入会して、以来、様子がおかしくなる。さらに、自分の唯一人の理解者であった、ボビーも、ある日を境に、他の女性たちと同じように従順な専業主婦に、変貌してしまう。調査を進めたジョアンナは、この町の女性たちの正体が、妻を家庭に縛り付けることに、必死な夫たちによって殺され、自分たちの思い通りの性質を持った元の、 妻そっくりに作られたロボットであることを知る。すべてを知ったジョアンナは、この街から逃げ出すことを決意する。1975年と2004年に映画化された。1975年に最初の映画化。日本では劇場未公開で、DVD タイトルは、スティップホードワイフ。主演のキャサリン・ロスは、第3回サターン SF 映画賞で、主演女優賞を受賞した。 続編として、ステップフォードタウンの謎、ザ・ステップファード・チルドレン、ザ・ステップファード・ハズバンズが制作された。キャスト作品の評価ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ステップフォード・ワイフ本来の風刺は、ブライアン・フォーブスの風格のある演出によって、損なわれているが、ウィリアム・ゴールドマンの脚本はミソジニーな社会への、痛烈な批判として優れている。であり、 33件の評論の内高評価は67%に当たる22件で平均点は10点満点中6.2点となっている。メトクリティックによれば9件の評論のうち高評価は3件、賛否混在は6件、低評価はなく平均点は100点満点中54点となっている。2004年に2度目の映画化。こちらはコメディタッチの作風で制作されている。 ありがとうございます。